ベティ・レーン・チェリーは、ミス・ワールド1956で準優勝した人物。サウスカロライナ州、オレンジバーグ出身。1937年頃、サウスカロライナ州、オレンジバーグに生まれる。サウスカロライナのミス・コン・メイド・オブ・コットンタイトルホルダー。ミス、サウス・キャロライナ・ USA 優勝。ミス・ u s a 1956準優勝。国を代表して、 ミスワールド1956に出場。準優勝。勝者の発表に際して運営サイドの不手際があった。6人のファイナリストが並んで紹介されたとき、彼女がサッシュをつけているのを見た。BBC のアナウンサーは言った。親優勝は、ミス USA のようです。サッシュをつけていますすると担当者は慌てて、サッシュをひったくる。アナウンサー、失礼しました。 何かあったようです結局、サッシュとミスワールドの称号はペトラシュルーマンに渡された。チェリー本人の証言によると誰かが後ろに来てサッシュを剥がした。審査員らは私が勝ったつもりでいるのが気に入らなかったまた、不思議なことに誰が私の肩にサッシュをかけたのか審査員らも知らなかった。なお、ミスユニバース2015で謝って、 優勝と宣言されたアリアドナグティエルスと異なり、彼女の場合は、正式に優勝とは誰も言ってない。決勝の後、記者に次のように話した、アイワズルーナー、アップインザミス USA コンテスト、バットツーセカンド、エスドントメイクワンファースト、ベティー・レーン・チェリー。しかし、彼女にとって、準優勝は、負けではなかった。 ヨーロッパのどの新聞も彼女について書き立て、ゲストとして多くの国に招待された。シャペロンと共にフランスを訪れ、ファッションショーに出演したこともある。他にドイツ、イタリア、デンマーク、ノルウェー、スウェーデンを訪問した。映画スウィートスメル・オブ・サクセスのオファーを断るが、代わりに引き受けた女優は後にアカデミー賞を受賞した。コロンビア・カレッジ卒業後、 オレンジバーグに戻り、ジョン、ジョニー・グラムリングと結婚。延べ50年近く、モデリング・アソシエーション・オブ・アメリカ・インターナショナルの会員、同会長を3期務める。ありがとうございます。